ここは大講義室といって、蒲田キャンパスで一番大きな講義室です。授業に加え、新学期のガイダンスや就職セミナーなどで利用しています。また、国際会議や講演会など、大きなイベントも開催されています。ここは図書館の受付スペース前です。広い閲覧スペースやプレゼンルームに加え、奥には個室もあり、発表やテスト前に利用しています。たくさんの本や雑誌に加え、こちらのパソコンからは電子ジャーナルなどのサービスを利用することができます。12階の学生ラウンジにやってきました。窓からは東京タワーやスカイツリーを見ることができます。夜景もおすすめです。奥には女性専用のスペースも設置されています。ここで勉強したり食事をしたり友達との待ち合わせに使っています。蒲田キャンパスはいかがでしたでしょうか。詳しい説明はパンフレットやホームページに掲載していますので、チェックしてみてください。では、コウカトンと一緒に皆さんの入学をお待ちしております。さようなら。